実際ここの価格と維持費っていくらなんでしょう。6480万円で販売させていただいてまして、で111平米ですね。で、維持費としては管理修繕積立金が1万8000円いかないぐらいなんですよ。安い。はい。かなり安いと思います。維持費としてはそうですね、このぐらいの、平米数があると、もうちょっと都心に寄っていくと管理修繕積立金合計6万ぐらいですかね。まあ、そうじゃねえかなと。新築マンションだと、だいたい管理費と修繕積立金合わせて、まあ、新築だとですよ、平米あたり、まあ、400円から500円くらいになると。で、もし500円超えてると、111平米だと5万5千円になるので、やっぱりすごい安いですね。で、5万5千円と1万8千円比べると、まあ、だいたい、月当たり2万7千円維持費が違うと。2万7千円の維持費って35年ローン換算だと、まあ、1千万以上違うので、まあ、物件価格的にも、維持費的にも、結構魅力的な選択肢でありますね。理由がありましてですね、管理組合がですね、コインパーキングを運営してるんですね。なので、賃料収入が入ってくるために、管理修繕積立金を安くできると。で、ちゃんとした理由があるというのと、まあ、経ってから40年ぐらい経っておりますので、運用実績っていうのもしっかりありますと、っていうところでご安心していただけるマンションなのかなっていうふうに思います。そういう、運用して安心できるっていうマンションっていうのは、市場に結構出回るものなんでしょう。基本的には当社はですね、まあ、今までの議事録見たりとかですね、確認した上で購入しておりますので、まあ、売り主として販売しているものに関しては間違いないと思うんですが、こうやって情報として入ってくるものの中には、まあ、自主管理であったり、修繕積立金がですね、滞納者が多かったりとか、ちょっと今後これで大規模修繕できないんじゃないかなっていうような金額しかないものとか全然あります。なので、そうですね、リノベーションとかで売りに出てるものに関しては、逆に言うとしっかりとした運用実績とかのものが多いんじゃないかなという気持ちはあります。稲垣さんの場合は、つまり会社として、フィルタリングしてるっていうことですか？そうですね、他社さんもおそらくそうだと思います。で、まあ、よく野良山さんのツイッターとかにも書いてあるんですけど、その修繕積立金とか管理費っていうのが今後、ちゃんとマンションを維持できるのかっていうところ、大事な要素ですっていうところがあると思うんですけど、その辺についてこのマンションとか、運用をうまくしてですね、ランニングを安くしてるって点についてはどう評価されますかね。大体ですね、どこのマンションも新築、今、マンションって規制緩和によって、だんだんとその容積率が緩和の方向とか、容積率カウントされない床が増える方向にあると。で、そうなると、どうなるかっていうと、余裕がなくなってるんですよね。建物自体に、まあ、どんどん住戸を詰めて、占有部の部屋を狭くして、人をどんどん入れてしまうと。で、どうなるかっていうと、やっぱり管理費と修繕積立金は、むしろ余裕がなくなる方向に、の設定になるんですね。で、古いマンションだと、その辺余裕があるので、うまいマンションは、その運用に回したり、もしくは、まあ、駐車場を増設して、まあ、修繕積立金に回せるくらいの、駐車場料金を確保したりと、いろんな、マンションがあるんです。だから、そういう意味では、その、うまく資産運用されているマンションを買うと、まあ、維持費まで安くなると。まあ、そういうマンションを見つけるっていうのも、まあ、住まい探しにとっては面白い、ところかなと思いますね。